市長！ただいま人身事故が発生しました。現場検証を行うためただいまから運転見合わせとなります。おお、人身事故じゃねえか。うわー、こりゃひでえわ。写真撮るのやめてください。おいこらてめえ、お前は自分のことしか考えられねえのか。別にいいだろ、ツイッターにあげたらみんながいいねをしてくれるだろ。いいねが欲しいがためにお前は物事の善悪もつかねえのか。あ、もっと相手や周りの立場になって考えてみてください。もう一度自分に問いただしてみてください。分かったよ。どうされました？あ、こんにちは。少しできます。どうしましたか？おっせえな、何ちんたらしてんだよ。あー、すいません、もう少々お待ちください。手話してるってことはその人耳聞こえねえんだろ。そうですよ。でも声は出せるだろ。お客様、声は出せても周りの反応などを気にして出せない方もいるんです。そりゃ悲しいな。悲しいことばかりでよく生きてられるな。は？わかりました。耳が聞こえなくて悲しいこともいっぱいある。でも嬉しかったこともいっぱいある。おう、悲しいことも嬉しいこともたくさんある。あなたもそうでしょ？そうだな。ならどっちも同じでしょ？すいませんでした。なんて栗浜行きがまらかしてします。降りるぞ。おいドキ、おいクソガキ、イヤホンを外せ。今すぐイヤホンを外せ。これ補聴器です。なんだよ。すいません。紛らわしいから外せ。なくたってちょっとは聞こえるんだろ。おいごらてめえ、てめえはメガネ外せんのか。え、外したらほぼ見えなくなるわ。だったら同じことだろ。補聴器を外したら全く聞こえない人だっているんだよ。目が悪ければメガネをする。同じように耳が悪ければ補聴器をする。メガネも補聴器も一緒だよ。これからもっと理解を広げていってください。はい。わー、新幹線だ。ソウスケ、電車の中は静かにしなさい。あのガキ、靴のまま座席に乗ってやがるな。あれは小田原線の電車だ。そろそろ俺が行ってやらねえとダメか。かっこいいな。お兄ちゃん、かっこいい靴だね。あ、ありがとう。あ、ソウスケ、ちゃんと靴脱ぎなさい。あ、忘れてた。すみません、私がちゃんと見てなかったので。分かっていただけたら結構です。これからも次の方が気持ちよくご利用できるようご協力をお願いします。はい。ごめんなさい。お兄ちゃん、はやぶさだよ。わー、かっこいい。笑顔よし。わー、スタンプ見て。よかったね。インクをたくさんつけて。おいガキ、チンタラしてんじゃねえぞクソが。あー、すいません、お急ぎだったら先にどうぞ。まったく何もしてないガキは出しゃばるな。おいこらてめえ、順番も守れねえのか。俺はこの後仕事なんだ、時間がないんだ。そんな忙しい時にやるもんじゃねえだろ。みんなルール守ってやってんだよ。守れねえなら参加すんじゃねえよ。帰りも遅いから間に合わねえと思ってよ。終電までやってますので仕事終わりにゆっくり参加してください。はい。駅員さん、スタンプ50個集めました。お、ではメダルのプレゼントです。やったー、笑顔よし。ドアが開きます、ご注意ください。よーし、開いてるぞ。座れた座れた。まもなく列車発車します。乗ります。うわー、席埋まっちゃってる。やばい、倒れそう。大丈夫か？あの、ちょっと気持ち悪くて。気づくのが遅くなってごめんな。どうぞ座ってくれ。ありがとうございます。ずっと辛かったよな。早く気づけなくてごめんな。いやいや、助かりました。お前らも周り見ろよ。ああ。やべえ、金がねえや。ん？お客様？お客様、大丈夫ですか？ナイティさん、ホームにて意識不明の男性がいます。至急救急車をお願いします。はい、了解。患者はどちらに？こっちです。聞いた来た、病院まで乗せてって、家近いから。え、さっきまで意識なかったはずが。何も問題なさそうですね。電車賃もねえし歩くのもめんどくせえから、倒れりゃ乗せてってくれると思ってな。ふざけないでください。本当に救急車が必要な方もいるんです。一回ぐらいいいじゃねえかよ。お客様、僕が呼ぶ車間違えてましたよ。んー、パトカーが送ってくれるみたいです。勘弁してくれ。ちょっと駅員、どうされました？切符をなくしちまったのよ。どこからの切符ですか？浜松だ。この方嘘ついてますよ。はい。
この方は三島駅で三島沼津の定期を所持して改札を入場した。カカカ勝手なことを言うでない。その後タヌキ練りで豊橋まですやすやと。え、ふざけるな。必要なら証拠の写真も見せますよ。お客様、本当のこと言ってください。つつい魔が差して。真実はいつも一つ。あなたは一体。名探偵タクアンです。言った、すぐ行くから待ってなさいよ。大変だ大変だ。列車通過します、ご注意ください。ん？ゆうた、ゆうた。おばあちゃんどうされました？孫が入院するみたいでお金を渡しに来たのよ。入院するからお金を？さっき電話があったんですか？そうよ、それで北海道から東京まで飛行機で来たのよ。北海道から？孫がおばあちゃんにそんなことさせるか？一度ご家族に確認の電話してみましょうか。ああ、そうだね。もしもし、美代子？え？ゆうたは入院なんてしない？やっぱりか。うん、じゃあすぐ帰るからね。ゆうたくん、元気でよかったですね。危なく騙されるとこだったわ。お礼にこれを。いらないですよ。気をつけて帰ってくださいね。クソが。ああ、なんだ。ただいまホーム上で非常停止ボタン扱われたため急停車いたします。大丈夫かな。まったく急いでんだぞ。安全の確認が取り次第発車いたします。ん、こんなの待ってられるか。窓から出て他の路線に乗り換えだ。危ないですよ。黙れ小僧、俺は忙しいんだ。安全の確認取れましたので発車いたします。やばい。すいません車掌さん。どうされました？窓からおじさんが出ようとしてます。すぐ向かいます。おいごらてめえ、どんなに急いでようが危険な行動はするんじゃねえ。俺は急いでんだよ。もしこのまま発車してたら恐ろしいことになってたぞ。もし急停車した際は僕らが最も安全な道をお知らせしますので車内で待っていてください。はい。ったく急いで行かねえと遅れちまう。新宿に到着です。人が多いなあ。ん、前のやつ遅いな。足怪我してんのか？怪我してんなら仕方ない、待ってやろう。ホームでのながらスマホは大変危険です、おやめください。ん？ちょっとお兄ちゃん。なんだよ。やっぱりながらスマホか。は？足を怪我しとんなら仕方ないと思ったけどスマホいじっとったんか。そうだけど何？後ろの人が混雑してるのがわからんか。こっちは急いでんだぞ。うっせえな老害が。おいごらてめえ。なんだよ。もう死ねえって言ったら許してやる。は？もう死ねえや。急げ。はぁ、間に合った。ソスケ、静かにね。わかったよママ。ちょっとあんた。はい。ここ女性専用車両よ。男の子はダメなのよ。あ、そうなんですか。常識でしょ。女しか入れないのよ。案内に書いてあるでしょ。出て行って。ソスケ、行くよ。ちょっといいですか。何よ。少し勘違いされてますね。何がよ。私は正しいことをしたまでよ。女性専用車両は小学生以下の男の子も乗車できるんですよ。え？女性しか入れないと勘違いされがちですが、しっかりと案内に書いてありますよ。そうだったのね。お母さんとソースケくん、安心して乗車してくださいね。ありがとうございます。ありがとう。邪魔なんだよ。すみません。電車でベビーカーは畳む決まりだろ。邪魔くさいな。すみません、余裕がなくて。赤子もうるせえし、しつけがなってないんだよ。母親失格だ。おいごらてめえ。なんだよ。あなたは人間失格です。え、俺は国のために働いてんだ、誇らしい人間だ。そもそもベビーカーは畳まなくていいと何年も前に決められています。え、そうなのか。暴れる赤ちゃんを抱っこしながら揺れる電車の中で片手でベビーカーを畳めますか。え、ただでさえ赤ちゃんを連れたママさんはいろいろな場面で気を使ってくたくたです。支えるべき周りの人間が追い詰めてどうするんですか。あなたも思いやりの心はあるはずです。温かく子育てを見守ってあげてください。はい。おい、ゆき。はい。あそこの踏切長すぎるんだよ。そのせいで会社に遅刻したじゃねえか。あー、そうでしたか。電車がまだ発車しないのにカンカン鳴らしやがって、迷惑極まりない。申し訳ございません。朝から何分待たせたら気が済むんだ。あんな踏切ぶっ壊せ。おいごらてめえ。え、何のためにあるのか考えたことがあるか。知らねえよ。発車する前から踏切が鳴るのは
万が一を考慮してんだよ。オーバーランをした場合、人や車にぶつからないように遮断してんだよ。踏切は人と車と列車全ての安全を守るためにあるんだよ。それでもぶっ壊すか？いえ。やめろよ。いいから見せろや。やめろって言ってんだろ。お前タクコのこと好きなんだろ。 LINE で告れ。うるさいな、返せよ。はい、6番線急行列車発車します。危ないので下がってください。俺が送ってやるからよ、任せとけって。いいから返せ。おめえみたいな陰キャ相手にされねえか。うるさいな、いつから返せ。危ないので黄色線の内側に下がってください。いいから貸せって。俺がタクコに送ってやるや。やめろって言ってんだな。うお、下がれ。大丈夫か？あ、はい。はい、無事でよかった。こちら安全確認取れました。運転再開お願いします。お兄ちゃんたちホームでじゃれ合ってたら危ないだろ。すいませんでした。あと少しでも電車を止めるのが遅かったらどうなってたと思う？線路に落ちてねえし、かすっただけだろ。おいこらてめえ。は？擦り傷で済むと思ってんのか？済むっしょ。引かれるわけじゃねえし。お前は人にぶつかったことあるか？当たり前だろ。いつもぶつかってるやん。ぶつかった時どうなる？相手がぶっ飛ばされるやん。俺強えから。じゃあ同じように電車にぶつかった時どうなるか一番わかんじゃねえのか？は？8両編成の電車は重さ約200トン、ボディは鋼鉄。そんなバケモンみてえなやつが100キロ以上のスピードでぶつかってくる。どうなると思う？死ねえよ。そうだろ。さっきお前らがやってたことは命を懸けられるほどのことか？ちげえな。違います。電車は便利なものだけど、ルールを破ったら簡単に人の命を奪ってしまう兵器になる。この先未来しかない。お兄ちゃんたちがこんなところで命を無駄にするんじゃない。はい、お前たち。すいません。させ無事でよかった。生きててよかったな。先生。うわ、危ねー。大丈夫ですか？この方が急に倒れかかってきて、怪我はないですか？はい、大丈夫です。お客様どうされたんですか？電車の揺れでよ、バランスを崩してこけちまったのよ。手すりや吊り革に捕まらなかったんですか？このご時世にそんなとこ触れるか。金だらけじゃねえか。気になるのはわかりますが、転倒や接触事故を防ぐためにあるんですよ。それじゃ金をもらって感染してもいいのか？おじさん、これあげる。え？気になる人は手袋したらいいんだよ。え？ですよね、駅員さん。その通りです。ソウスケ、エレベーターのボタンを押して。うん。ソウスケがいると助かるな。ママは重いベビーカーをしてるから疲れちゃうもんね。そうそう。どけどけどけ。え？うん、もう満員だ。子供連れは後にしろ。おいごらてめえ。え？てめえは本当にエレベーターが必要か？階段より楽だから使ってんのよ。エレベーターがないと移動できねえ人がいるのがわからねえか。あんたは階段でもエスカレーターでも移動できるだろ。まあそうだけど。なら相手の気持ちになって譲ってあげてください。どうぞ。ありがとう。車内混雑しています。無理なご乗車はおやめください。ぎゅうぎゅうだな。誰かに触られてる。でも動けないし声も出せない。意外とバレないもんだな。おいごらてめえ。ええ。てめえその子触ってたろ。そんなことしないわ。この目ではっきり見たんだよ。次の駅でこいつ降ろすんで、誰か手伝ってもらえますか？俺やるっすよ。助かります。お兄さん、ありがとうございました。いいえ、触られてる時、体も動かせなくて、声も出なくて。動けなくて、声も出なくて当然です。だからこそ、周りの僕らが気づいて、助ける責任があると思うんです。そうっすね。くそが、自由席満席じゃねえか。ん？トイレぐらいならいいよな。ご乗車ありがとうございます。ん？へぇ、すっきりした。おいごらてめえ。なんだ？グリーン車のチケット持ってますか？持ってないよ。ですとグリーン車に立ち入りましたので、追加でお金払ってもらいますよ。へぇ、クソしただけだろクソが。グリーン車はグリーン券を買った人のための空間です。
持ってない方は基本的に立ち入り禁止です。クソが、そんなの知らなかったのよ。勉強代として今回は払ってください。お断りなのよ。それでは4870円です。高すぎなのよ。っていう厳しい車掌さんもいますので気をつけてくださいね。二度と乗るかクソが。どうしたらいいんだ。誰か、車が踏切に閉じ込められてます。え、やばい、電車が来る。助けてくれ。そのまま進んでバーを押し切ってください。そんなことしたら。いいから早く、電車とぶつかりますよ。大丈夫？非常。横山さんだったんですね。無事でよかったです。おお、助かったよ。バー壊しちまったけど大丈夫か？まあ賠償金はかかるかもですね。ふざけるな、お前が行けって言ったんだろ。じゃあ電車とぶつかってもよかったんですか？ぶつかってたら横山さんも、電車に乗ってた多くの乗客も帰らぬ人になってたかもしれないんですよ。それはそうだな。それと比べたらバーの賠償金なんて大したことないですよ。はい、駅員かっこよ。やっべ、遅れる。通過電車にご注意ください。おっと、うわー、非常。そこの待避所に入れ。はい。大丈夫か？余裕っす。線路に落ちたらまず冷静に待避所を探してください。いや、ホームによじ登ってもいいっすよね。おいごらてめえ。あ、登れなかったら死ぬぞ。いや、こんな高さならホームまでの高さは1メートル以上。パニックの状態で登るには想像以上に難しいんだぞ。じゃあ線路の間入ったらさ、映画みたいに電車の下くぐり抜けられるっすよね。電車が通過する勢いなめんなよ。風でめくれた服が電車に巻き込まれたらお前も一緒にぐちゃぐちゃだぞ。え、線路は想像以上に恐ろしい場所です。まず周りに気づいてもらい、自分の命を最優先に行動してください。はい。ぎゅうぎゅうだな。ギリギリだな。もう満員で入らないんで次の電車ご利用ください。クソがクソがクソが。横山さん、扉から飛び出してます。これじゃ発車できないです。無理やり閉めるのよ。もう無理です。次の電車もすぐ来るので降りてください。ふざけるな。もうこのままでいいから走らせろ。おいこらてめえ。電車から落ちたことを想像してみろ。ちゃんと捕まってるから大丈夫なのよ。そもそも一つでも扉が閉まってなかったら電車は動かないんだよ。そうなのか？今何万人もの人に迷惑がかかってるのがわからねえか？そこまでして急いでいく用事なのか？そういうわけじゃ。なら安全のために次の電車を使ってください。わかってよ。今なら鍵開いてるぞ。よし、侵入するぞ。次は三島でございます。なんだ、どうしたんだ。下手かよ。お出口は右側です。おいごらてめえ。すぐに乗務員室から出ろ。はい。そこがどれだけ危険な場所か分かってんのか？いや、運転に大切な機器がたくさんあるんだよ。下手に操作したらお前らにも他のお客様にも危険が及ぶぞ。あ、すいません。乗務員室に勝手に入った罰だ。罰金もそうだが前科もつくから覚えとけ。前科って？お前らは社会に出たら犯罪者扱いされるってことだよ。そんな、どうか許してください。はぁ、鬱陶しい人よね。さっきからうるさいな。静かにできないのかな。そうそう、それと町内会の田中さん、いい年して男ができたらしいわよ。胸を注意してこいよ。なんで俺が。みんなのために言ってくれよ。わかったよ。いやらしいわね。何よ。みんな迷惑してるので電話やめてもらってもいいですか？あんたに言われる筋合いないわよ。でも正義のヒーロー気取り会、くだらない。あ、もしもし。おいごらてめえ。気遣いって言葉知ってるか？何よ、偉そうに。みんな同じようにお金を払って電車に乗っています。お客様だけの空間ではありません。はいはい。みんなが心地よく過ごせるように考えてみてください。わかったわよ。嫌だよ。胸よ、俺らの命令が聞けねえのか。じゃあ全裸で帰ってもらおうか。嫌だよ。じゃあ早くやれよ。線路に降りて向こうのホームタッチして戻ってくるだけだろ。やれよ、やれよ。非常。お前ら何やったか分かってんのか。すいません。駅員さんが気づいてくれなかったら胸をは通過電車にはねられて即死だったんだぞ。はい。お前らがやったことは立派な犯罪だぞ。二人で胸を脅して何か無理やりさせたのは強要罪になんだぞ。ああ、
もし宗男が電車にはねられて死んでたら人殺しなんだぞ。お前らはもう勢いだけで過ちを犯せる年じゃねえんだよ。許される年じゃねえんだよ。はい。お前たちのたった一つの行動や発言で救われる人もいれば傷つく人だっているんだぞ。だからもっと自分の行動に発言に責任を持つんだ。はい。現役高校生アイドルのダクポヨちゃんだ。かわいい。朝ぽよ。あの子あんなに人気だったんですね。お前知らねえの？今やテレビじゃ見ない日はないほど人気だぞ。そうなんですね。ん？いつも見てくれてるの？うれぽよ。僕もサインお願いします。はーい。ん？何にしてやる。あいつ包丁を。待て。うぅ、うっ、うっ、刺されたぞ。逃げる。おい、しっかりしろ。至急救急車と警察をお願いします。この女が悪いんだ。俺たちを裏切ったんだ。何があったか知らねえけど、お姉ちゃんを守れてよかった。ちょっと駅員さん、駅員さん。おい、元気そうじゃん。もうピンピンしてますよ。無事犯人も捕まって、あの子も安心してたよ。よかったです。お客様の命も大事だが、自分の命も大事にしろよ。はい。